파이브 나가리 붐붐 리수기. 今回第2回なんですけれども、はい、今日はラフレクラの大好きスターです。はい、お願いします。これ、あのこれが本当大好評評で、ええ、これあの今更考えたんですよ。バイクだけにブンブンを使ったゲームができないのかなっていう、なるほど、もうそれが大好評で本当再生回数が本当によくて、何回とは言わないですけど、まだ、ただ現代には届いてないですか。届いてるだけで、でもし1000はいってたとか。 なんとも。まず頑張っていきましょうね。なので、これから簡単なんですよ。ルールは簡単。まあ、よく指差しゲームってあるじゃないですか。まず、レッツゴーって指すパターンが、その1。レッツゴーで刺された人は、もう何をしなくても、レッツゴーで返すとか、フリーのやつです。困ったらレッツゴー、誰かに。もう2人に、バイクだけにって刺されたら、全員が、 で刺された人はまたレッツゴーかバイクだけにか選べる。で、しかも3つ目、これが大事なんですけど、キラーパスみたいなのありまして、犬だけにとか刺されたら、刺された人だけが分かるよね。なるほど。犬だけにブンブン、ワンワンやん。勘にくいな。おばちゃん、まだお母さんのスイッチしかないけど、おばちゃんとか犬はほら、ワンワンやん。ああ、ワンちゃんだね。 鳴き声とか、叫び声とか、そうそう、猫だけに、ざわ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 、ちょっとキッチャーのちょっと不安そうなんですけど、でそれはもうそういう失敗っていうのもありやから、できない失敗、一生懸命やります。これを崩して、ちょっと盛り上がればなと思います。擬音合意ですね。擬音のあるやつをキラーパスで用意しておくんですので、わー、なるほど。そうじゃなくてもいいんです。メガネだけにとかでも。なるほど。そうとなくは、それジェスチャーはこれ、クイックイってメガネ。やっぱやってほしいです。あ、なるほど。 バイクだけに、ブンブン、レッツゴー、レッツゴー、ラーメンだけに、ツルツル、お前、レッツゴー、バイクだけに、ブンブン、そうめんだけに、ツルツル、中華、中華だけに、ぬるぬる、おー、うまい、うまい、うまい、うどんだけに、ツルツル、バイクだけに、ブンブン。
スキップ。うん、あ、このウノ。うん、やったらよかったかも。え、普通にウノやってる人。普通にウノで攻められてる。はい、ふわふわ行き。できれば真似してね、確かに、うん、皆さんの、うん、芸能人が真似したで一発です。確かにね、誰やユニゾンスクエアガーデンアタックやってほしいね。俺もどうリアクションしていいか分からない。高校でそのバイクさんが K さんにやったパス出せたりしたらめっちゃ盛り上がる。ああ飲み会とかでもあるもんね。確かに。ということで、楽しかったということでエンジン切りましょう。バイクだけにブンブン。